8月4日金曜日、ダイアンスポーツ公園体育館で第41回全国学生書写書道展三重地区関垣決勝大会が行われました。幼児から大学生までが参加するこの大会は、文字文化の発展と伝承、書く力の向上を目的に毎年全国書写書道教育振興会が開いているものです。今年は県内各地区の予選を通過したおよそ100人が参加し、日本一を目指しました。大会では学年ごとに決められた課題を制限時間20分間で2枚書き、自分で良いと思う方を提出。文字のバランスが取れているか、止めや跳ね、払いがしっかりできているかなどが審査されます。参加者の中には、今年6月に開かれた第33回高円宮杯日本武道館書写書道大展覧会皇室の部で全国学年1位、毛筆の部で全国学年4位に輝いた瀬木ゆずさんや、毛筆の部で全国学年5位に入賞した池田玲奈さん、また7月に行われた第29回ひらがな書き方コンクールの毛筆の部で全国学年3位となった田中きらりさんの姿も見られ、どの参加者もこの日に向けて行ってきた練習の成果を発揮している様子でした。この大会の運営委員長を務める鈴木節子さんは、仲間たちと切磋琢磨することで大きな目標に向かって諦めずに頑張ることができる人間に育ってほしいですと、子どもたちへの思いを話していました。全国大会の結果はご覧の通りです。今年は公募の部で坂田修斗君が全国学年日本一の特別名誉大賞に選ばれました。おめでとうございます。